武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我悪鬼羅刹となりて目の前の敵すべてを斬る。サムライショーダウン。ストーリー。バイケン。後悔はさせねえよ。時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。行けども行けども見果てぬ旅路、敵を求めて異邦の地へと流れ着かん、曇る世に惑う旅、諸行を乱す魔があればその首打つのはいずこの剣か。遠からん者は音に聞け、近くば寄って目にも見よ。己は美老の三品侍、指導死に花無用の所存。芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。バイケンバーサス千両京四郎、いざ尋常に一本目勝負。それ相対力だ。たたみ返し。おれおれ青ちゃん、はい、あ、超美術師押せ。おらあっ、出せるかよ。よ。ぜあ。おい。超自信。ラッシュ。こっちや。勝者バイケン。国に帰んな。二本目勝負。うわ。こっちじゃ。違いか。あの男に会うまでは俺は死ねねえんだよ。
宇月。これよりは抗議の任。若輩者はここまでにいたせい。梅剣 VS 柳生十兵衛、いざ尋常に一本目勝負。勝者梅剣。国に帰んな。二本目勝負。こっち来い。ぼっとしてんじゃないよ。ほう。おい。六門は持ったな。ごめん。終わり。勝者梅剣。見当違いか。ここらが落としどころさ。武器を収めな。隅田川。何も聞かず立ち去りなさい。好奇心に殺されては浮かばれませんよ。梅剣 VS 風間蒼月、いざ尋常に一本目勝負。なせるかよ。なせいだよ。行きましょう。勝負受け付け。返してもらう。残像見てきな。勝者梅剣。国に帰んな。二本目勝負。残像見てきな。しまいだ。さあ行きましょう。勝負受け付け。後悔しなさい。返してもらうぜ。残像見てきな。勝者梅剣。エンマ様によろしく言っといてくれ。もうちっとやるかと思ったんだがな。あな悲しや、あな苦しや、憎しい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 。
洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。バイケンバーサスクラマヤシャマル、いざ尋常に一本目勝負。せい、はい、あっ、たたみ返し、おい、はい、あっ、はい、あっ、こっち来い。たたみ返し、こっち来い。ぼっとしてんじゃないよ。行かせるかい。うらあ、三蔵見てきな。勝者バイケン。国に帰んな。二本目勝負。あわあ、聞かせるかよ。たたみ返し、さすがはっ、おい、すっ、遊びだよ。こいつだ、聞かせるかよ。三蔵見てきな。三蔵見てきな。勝者バイケン。エンマ様によろしく言っといてくれ。あの男に会うまでは俺は死ねねえんだよ。グリーンヘル。バイケンバーサスタムタム、いざ尋常に一本目勝負。おい、よせ、遊びだよ。よせ、おい、遊びだよ。勝者バイケン。国に帰んな。二本目勝負。誘いだよ。こっち来い。ぼっとしてんじゃないよ。こっち来い。危ない。危ない。行かせるかよ。たたみ返し。危ない。こっち来い。ぼっとしてんじゃないよ。誘いだよ。うらおれ、三蔵見てきな。危ない。こっち来い。ぼっとしてんじゃないよ。焼けが回ったぜ。勝者タムタム。最終戦勝負。しないで。
タグなバッチコイ。ボッとしてんじゃないよ。バグナバグナ死んでんだな。勝負あり。勝者バイケン。見当違いか。でかい的にしかなんねえよ。外流島羊の国。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。バイケンバーサスダーリーダガー、いざ尋常に一本目勝負。いや、こっちだ。おい、売れだ。こっち来い。ボッとしてんじゃないよ。おれ、いや、おせえ、なっち、んどんし、いっ。こっち来い。ボッとしてんじゃないよ。行くぜ。急いだよ。ぶねえな。おれ。消せるかよ。勝者バイケン。国に帰んな。二本目勝負。見当違いか。こいつの武器悪くねえが、暗器として仕込むにはちとでかいか。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。カムイコタン。カムイの戦士の名にかけてこの先には行かせません。バイケンバーサスナコルル、いざ尋常に一本目勝負。こっち来い。ボッとしてんじゃないよ。こっち来い。うわぁ、ちゃっ、はっ、こっちや。こっち来い。こっち来い。ボッとしてんじゃないよ。たたみ以外し、たたみ以外し、んじゃないよ。勝者バイケン。
国に変えんな。二本目勝負。うわはっはこっち来い。もっとしてんじゃないよ。おい、ゼラグレ、こっち来い。もっとしてんじゃないよ。畳み返し。勝者バイケン。エンマ様によろしく言っといてくれ。俺の目と耳にはどうしても消えねえ音が鳴っててな。悪いがジョーちゃんの言う声は聞こえねえんだよ。外竜島牛の国。てめえと戦う理由なんざねえんだがよ、恋口鳴らして売られた喧嘩を買わねえほどできちゃいねえんだ。死んでも文句言うなよ侍。こんなに肌がひりつく相手にはなかなかお目にかかれねえ。加減はいらねえ。抜きな。バイケンバーサス覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。こっち来い。スナイダー。やっ、こっち来い。もっとしてんじゃないよ。残像見てきな。勝者バイケン。国に変えんな。二本目勝負。こっち来い。こっち来い。しないだ。こっち来い。ぼっとしてんじゃないよ。バイケン。エンマ様によろしく言っといてくれ。これが俺のやり方だ。期待してたもんだったか覇王丸。なればいい。静か千年桜。つらい。
苦しい、憎い、何もかも滅べ。おお、俺がネアンに返してやるよ。シャバの空気、てめえにはもったいねえ。バイケン VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。違いか。ああ、私は何をしているの。どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。
あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。天に昇りし乙女を見送れば、開けた視界で桜が吹雪く。秋の気配は露と消え、野山に広がる花絨毯。五臓六腑に染み渡る戦の余韻。舌鼓を打つは春風の香。杯一つ木の根に傾け、杯一つ手に掲げ、旅路の果てで西空を見上げ。絶佳なる春景色、神草の心に咲かせるは安穏の花。話を求めてふらりと茶屋に立ち寄らば、太平楽に耳を傾ける。浮い天変は世の習い、無事平穏は望みにあらず。無造無造の風文に敵なる男の足音を聞けば、教会にたぎる復讐の炎。さらば糸間申して流浪の侍、異邦の地より立ち居ぬる。左目に映るは冥府に続く獣道、右腕が捉えるは求むる仇の首一つ。死残血が踏み越えて流れ吹かれてゆく末に、剣客売剣がたどる旅路、その終着果たしていずこ。戦技成敗お上の祭り、仇討ち是非なし阿鼻にての法図。何とぞよしなに閻魔殿、何とぞよしなに閻魔殿。I won't tell.
さて帰らねえとな。俺のやるべきことはここにはもうねえからな。侍ショーダウン。